トランプ大統領は勝つべくして勝つ皆様いつも温かいコメントやご指摘情報の数々誠にありがとうございます本日は11月の24日です今皆様が一番気になっている報道として政権以降の報道があると思いますこの報道に対してしっかり自分の考えを 述べさせていただきますこの報道はトランプ大統領のツイートを情報源にしていますこのツイートに対して私の読みは最後まで徹底抗戦するという宣言なのです最後まで徹底抗戦して1月の会員の投票によって再選するからよろしくという宣言なのです またギリギリまで争うので批判などをかわす方法でもあるのですまた GSA という機関は大統領選の勝者を選んだり認定する機関ではないと説明していますこのソースを動画の説明欄にも貼っておきますのでぜひ見ていただけたらと思いますまたマスメディアは 変更報道で事実上の敗北宣言としているみたいですが最後まで徹底抗戦の宣言なのです。私が考えるトランプ大統領が勝つ可能性が高い方法は1月の下院での投票です。もちろん不正が暴かれて、 得票数でで逆転すす。ることも十分可能ですしかし選挙人を決めるのは12月8日までなので時間的にそんなにありません下院で法的根拠を持って当選する可能性が一番高いでしょうその他には、選挙人を 共和党が独自に選んで副大統領が承認する方法もありますまたこれから始まる控訴審は共和党よりの判事が多いのです19の動画でお伝えした連邦最高裁の判事は共和党よりの意思をすでに示したと言えます詳しくは19の 動画を見ていいたただけたらと思いま,すまたプーチン大統領はバイデン候補を次期大統領として認めていませんアメリカの大統領とは、えー、プーチン大統領はですねこのように発言しています結果が正当かつ法的な方法で確認された候補のみ 与えられると語りましたこの法的とは1月の下院選で当選することを法的根拠と示していると私は考えますこのソースも動画の説明欄に貼っておきますのでよろしくお願いいたしますまたトランプ大統領を応援することはトランプ大統領が 求心力を得ることだとだ私は考えます同盟国である日本が応援すればそれは求心力を得るのですですので私はトランプ大統領を応援しトランプ大統領の正当性を訴えていきますそして自分自身も変更報道を ぶっ壊すという覚悟で臨んでいきますので、よろしくお願いいたします。そして、ぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございます。では、失礼させていただきます。